ユリウス・フォンザックスユリウス・フォンザックスは、ドイツの植物学者。観察と記述を中心としていた、植物学の中に、実験科学である植物生理学を確立し、近代植物生理学の祖とされている。ブレスラウに、同伴彫刻師の息子として生まれ、幼児から父に教えられて、絵を描くなどして植物に親しんだ。若くして、両親を亡くし学校を中退したが、たまたま生理学者。 ヤンプルキンへと知り合い、1851年からプラハで彼の助手を務め、生理学に関心を持った。プラハ大学で学んで1856年に博士号を取得し、植物生理学の志向士となる。1859年にはタラントの学校助手となった。1862年にはケムニッツ工科大学に迎えられたが、すぐにポッペルスドルフ農学校に移った。 1867年にはフライブルク大学教授となった。翌年にビュールツブルグ大学教授となり、最後までここに勤めたビュールツブルグにて没。去年64、ザックスは特に初期の最大の植物生理学者として忘れることができない。初期には後の植物ホルモン研究の基礎となる研究や発芽の詳細な研究がある。さらに、 古くから試みられていた水栽培を初めて本格的に研究し、肥料の研究へ応用した。また葉緑体に見られる。澱粉粒が光合成の初期産物であることを発見した。後期の研究の中では、身長の周期性に関する研究が重要である。これに関連して自動成長記録計を考案し、光が波長により成長を抑えることを確認した。また、 クリノスタットを考案し、これにより、屈光性特屈地性を研究した。その他に、成長点の細胞構造、上三流、光合成など、後の植物生理学の基礎となる、各方面の研究がある。ザックスには著述、教育の面でも顕著な業績がある。初の著者は、ハンテブクデアエクスペリマンティルヒジーラジーデスプフロンゼンで、これは、 当時の植物生理学の知識に大きく貢献した。続いて、有名な植物学教科書、レイブクデアベタニックを出した。さらにその後、植物生理学に関する、ボーラスウン・ウーバー・プフロン・ゼン・フィジーラジーを表した。また、ゴシシュタデアベタニックでは16世紀以来の植物学、各分野の発展を後付けている。勤勉かつ厳格な人物で、 学生に対しては休日でも研究活動を課したという。弟子にはフランシス・ダーウィンやフューゴード・フリースをはじめ多くの植物学者がいる。サックスは植物の学名で命名者を示す場合にユリウス・フォン・ザックスを示すのに使われる。ありがとうございます。